で行われます競技は女子 100m ハードルの準決勝です。この種目の大会記録は2011年に動産が提出いたしました13秒27です。2組行われまして、この組4着までが決勝に進出いたします。その第1組連順に選手をご紹介いたします。1レーン中島さん、大阪教育大学。大阪成蹊大学。3レーン岡本さん、京都教育大学。4レーン丸本さん、同志社大学。5レーン藤岡さん、大阪体育大学。6レーン田中さん、立命館大学。7レーン小田さん、大阪成蹊大学。8レーン藤岡さん、江南大学。走り方とかはそこ。あ、そう。あ、そう。